武尊妖怪絵巻は、江戸時代中期の俳人、画家である、与謝武尊による日本の妖怪絵巻。現在、現物は、所在不明となっている。昭和3年、北田四水文庫から刊行された、復刻版によって内容が知られている。武尊が記遇していた京都府宮津市の検証寺の欄間に、貼られていたものと伝えられており、そのことから、法歴4年から7年にかけて武尊が、 単語国宮津で絵を修行していた間に描かれたものと推察されている。後に劣化を危惧した宮津町の俳人、黒田芝絵がこれを入手し、その後に犬雄大らが混乱して廃徊関係の資料を豊富に揃えていた北田し水文庫へと移された。その後の所蔵者は負傷。武村による妖怪の絵は先行する閣流派の妖怪絵巻を ある程度意識した上で描かれていると見られ、灰画の柔らかい筆致で描かれたユーモラスな画風が特徴である。銀南の化け物の墨染めの着物をつけて金を叩く様子などは、大津絵の画題の一つである、鬼の関連物などの構図を下敷きにした絵ではないかとも見られている。短純で、全発展の妖怪が描かれているが、妖怪の絵とその名所を紹介しているのみのものから、 その妖怪に関する物語を綴ったものまであり、武村が日本各地を旅していた時期にあちこちで伝え聞いた妖怪体を描いたものでないかと想像されているが、新花摘みなどで何度か体験としても記している、狐や狸についての絵は一点も見られない点があるなど、傍証となる資料は乏しい。ありがとうございます。